コロンとしてますね。ファーストフィッシュは島沿い36センチ。リリースします。ニピちゃん36センチなんでリリースしました。俺のアブロガイルちっちゃいね。サオレタ、そりゃもうサオレタ代償大きいよ。ニピちゃん、サオレタ、あ、5列もあんねよ。もう一回ゆっくり。サオレタ、アブロガイルは小さいよね。はい、そうですね。ニピちゃん、だけどそういうのは来るね、これね。うん、とりあえず泉っち前回のリベンジ、まず島沿い35センチでやりましたんで。やばいな、レベル低いな、釣り行き。泉っちの肩取りましたんで、それでまずだけど油子釣ってないのおーちゃんだけじゃない。あ、そうだ。いやでもそれで竿を折れるなら釣らない方が良かったかな。ニペちゃん、油子のせいするんじゃないよ。油子は悪くないよ。投げます。うん、赤ボッケ釣れました。真っ赤ですね、このホッケ。リリースします、油ホッケ。ホッケちゃん、どういう風に切るんですか。半分にぶつ切りですか。やばいね、その餌で来たら、うん、来たらやべえ。あ、入った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 。ちょっとこの辺りをほっといて、でかいのを狙うと。これはホッケだな、ホッケだ。おめでとうございます、ニペちゃん。島沿い、ニペちゃんの約30-35センチぐらいの島沿いキープします。おら、どうだ、これはでかいか。よし、よしよしよし。あと島沿いだ。ぬみちゃんこれ見て、泳がせ釣りみたいなホッケ。泳がせ釣りでしょ。このまま投げといてみる。いい綺麗な島沿いですね。リリースします。多分このホッケちゃんがいい働きしてくれたんだと思うんですよね。泳いで餌を動かして、それに島沿い食ってきたんだと思います。あ、島沿いだ。でかい。うん、あー、なんだなんだ、なんか釣れた。はい、島ぞーい。いいね、いいサイズだ。はい、島ぞーい。レギュラーサイズ、レギュラーサイズ、島ぞーい、レギュラーサイズ。ちょっと大きくなってるね。レギュラーマシマシサイズ。
おお、どうだこれは。おおおお、これはちょっといい方じゃないか。お、いい方じゃないですか。お、でかいっしょ、でかいっしょ。ねえ、やったぜベイビー、やったぜベイビー。いい体してますね。うわ、見てください、これ、この身の厚さ。38か39ぐらいの島津、キープします。タコ、マジ、ちょっと待って、なんでこれ、なに、え、なに、ミシン食ってきたの。ミシン、ほらでかいじゃん、しかも。おお、すごい、東別カジカだ。いるんだな、やっぱ餌違うとこういうの釣れるんだね。すげえ、丸の目の、ほら、すごいでしょ、俺取れないわ、この。おーおーおーおおやばね、東別カジカ丸飲み、ニシン丸飲み。エビちゃんリリースですね。あ、痛い痛い痛い、危ない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 、吹けんだけど危ないよ。まんまでしょ。あ、ニブちゃん今脂こつった、今いいの60ちょっとある、60ちょっとだって、うん。まあまあですね、だリリースだってニブちゃん60だと。うん、ニブちゃん休憩する。あ、休憩しよう、休憩しようだってニブちゃんは。もう諦めた。はい、どうすか、同じサイズの島津しか釣れねえな。うん、ジャンボ来ないよね。ジャンボ来ない。マゾイ来てます？マゾイ今一匹もいない。あ、やっぱり。うん。はい、休憩タイム入ります。北海道八雲さん、牛下がり。八雲さんの牛下がり。はい、牛下がり。牛下がり一丁入りました。はい、八雲で育った牛。牛タン、厚切りにしてもらいます。あ、いいですね、厚切り牛タン。京極町肉の鶴岡さんの鶏味付け肉。アスパラ旬ですね。ですよ。あとニッペちゃんあれだわ、赤身ブロックってやつもあるわ。赤身ブロックね。うん、俺あれに醤油かけていつも食べてます。あと炊き込むご飯最高。どんな味するの、どんな味する。いや、あの負けの味の前。俺あれ喉渇いたから、うん、ちょっと酒飲もう。ウォーター水割り。牛タンご飯いただきます。うまんまん。今日あれだな、油こする大会だからさ、人まさかいないよね。油こね、油こ釣ってる人いない。あー、いない、いるな、俺だ。釣ってないの、油こ釣ってないな、そういえば。油この絨毯みたいな海なのに。いい油こいるね、ここね、でもね。いい油こしかいないわ。うん、油この絨毯、一匹の油こどんだけでかいかって話を絨毯にするな。めちゃくちゃ薄っぺらくしなきゃいけない。2匹しか釣れてないよ。言っちゃった。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまです。
おお、来てる来てる。あ、これでかい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 、これ、これでかい、これでかい。あ、切れた。マジか。今のでけえわ。でかいわ。ニペちゃん、やっちゃった。今のやばいやつだ。今日一晩の多分1回あるかないかのやつだ。終わった。お疲れ。でかいの逃がすわ、竿はおるわ。これはなんだ、ソイだな多分。なんだ、負けね。思った。おー、あ、浮いてきた。あ、マゾイだ。え、マゾイ、いいな、やっと来たでよ、マゾイちゃん。やりました皆さん、マゾイちゃんです。あ、40くらいあるんじゃない。うん、この子を釣りたかった。よっしゃー、マゾイ。パンパンじゃないですか、F1 ラボ。おい、数だけあります。今見てください、僕の強化。おお、いい油子。おお、すごいでかいでしょ。あ、太い太い太い、これすごい。おお、美味しそうですね。何してくるんですか、泉地帰ったら。俺、あの、麹漬けに して食べようかな。麹うまいですよね、うん、油子。僕も麹好きだもん、油子の。おめでとうございます、泉地。ありがとうございます。ソイのリベンジ戦として来たんですけど、泉地、まあ、釣れてよかったですよ、とりあえずね。数は釣れましたね。まあ、数は釣れたけど、でかいのかね。まあ、仕方ないね。そう、欲、そう、欲言ったらキリがないんだけど、やっぱ40アップ欲しかったね。悔しいな。で入ってく。これは強一かもしれんぞ。でかいな、これ。でかいぞ、でかいぞ。来たー。あ、でかいな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 。あ、おし、抜ける抜ける、抜けたー。キクリやったー。